神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします神奈川県の黒岩知事は15日、緊急事態宣言の解除の可否について、宣言の効果が薄れてきて、さらに延長だと言っても、皆さんの気持ちがもう続かない、解除の方向が良いのではないかと述べました。 再び感染が拡大した場合は新たに設けられたまん延防止等重点措置を適用する考えを示しました横浜市西区に本社を置く日本ケンタッキーフライドチキンは15日創業50周年を機にケンタッキーフライドチキンの店舗で働く従業員のユニフォームを新しくすると発表しました新しいユニフォームは従来よりシンプルなデザインで働きやすいよう 通気性などの着心地を重視したとということです2019年の台風19号で、川崎市市民ミュージアムの地下にある収蔵庫が浸水した問題をめぐり、市は15日、被災した収蔵品、約22万9000点のうち、新たにわら人形26点と戦後の漫画雑誌1178点を廃棄処分すると発表しました。 カビや虫が発生し、資料として活用できる見込みがないと判断しました。他の施設には収蔵されていない漫画雑誌も含まれているということです。